のミニドラマ、お客様と店長のロマンチックモーニング、第92話。店長さん、おはよう。お客様、おはようございます。おや、今日も可愛らしい猫ちゃんを抱っこしていらっしゃる。昨日とは違う猫ちゃんですね。あら、気づいちゃった？もちろんです。これはスコティッシュフォールドロングヘアよ。短毛種のスコティッシュフォールドは人気だけど、こちらは希少な長毛種。ゴージャスな見た目で私にぴったりの猫ちゃんなの。でも名前はマタサブロよ。お客様。店長さん。お客様。店長さん。お客様。店長さん。さすがお客様はエレガントな猫を飼っていらっしゃる。あげないわよ。はい。そんなにジロジロ見てもマタサブロはあげないんだから。あの、別にいらないですけど。マタサブロは私の猫よ。ちなみにメス猫なんだからね。人の話聞いてますか？全然関係ないけど、小学生の時図工の時間に犬の絵を描いたら、先生から可愛い猫ちゃんねって言われて、マジで悲しかったわ。昨日の話と逆パターンですね。しかもその絵がめちゃくちゃ評価されて、九州コンクールで表彰されちゃったりして、私たら調子に乗って猫の絵だけに嬉しいにゃんなんて言っちゃったの。本当は嬉しいワンと言うべきところを。じゃあねー。お客様どちらへ？関係ないけど、今日もバレンタインチョコの売れ残りセールをチェックしてくる。まだあるかもしれないから。あるといいですね。熱演。だから血圧上がるって。本当にね、気をつけてください。サッパだからね。村山さんの台本です。いやいやね、大事ですよ。いや、しかしこのスコティッシュフォールドロングヘアにマタサブローとつける、素晴らしいですね。ネーミングセンスがね。ネーミングセンスがですね。マタサブローちゃんですよ。まあ、あの、犬にセスコってつけるようなもんでね。もうね、しかもオス犬じゃない、あ、でもメス犬だったのか。メス犬、いや違う、オス犬だったでしょ。そうだ、オス犬にセスコってそうだったわ。オス犬にセスコってそうだ。漫画の話をしてます。はい、何の漫画かっていうと、はい、はい、こちらです。はい、女の園の星というね、はい、真山山さんの作品でございます。はい、今日高月さんが秋コミックで紹介した本です。はい、時々秋コミックというコーナーやっております。はい、見てください。聞いてください。お願いします。はい、というわけで明日も朝から